今日なんですけど、まあ、ちょっとラーメンとかうどんっぽい食べ物なんですけど、そのロミが有名なお店を紹介していきたいと思います。お昼時ではないのですが、すごくね、お客さんが多くてね、ちょっとBGM はここね、かかってなかったんですけど、お客さんの声とかね、こう、にぎわいがすごいので、ここからはね、アフレコで行ってみたいと思います。こちら、今日僕たちがね、頼んだロミです。日本でいうところの、こう、五目ラーメン、醤油ベースの五目ラーメンに、まあ、太いね、麺が入って、ちょっととろみがついたような感じのラーメンでございます。具材なんですけど、おそらくこう、卵を溶いたもの、プラス豚肉と白菜ですね。あと人参ですね。かなりまあ、かなりシンプルな感じのメニューでございます。まあ、お店によってはですね、塩ベース、醤油ベースのお店があります。まあ僕は個人的にはまあ醤油ベースのロミが美味しいんじゃないかなと思います。麺も太くてですね、なんかこう、とろみのついた、五目そばを食べてるような感じでですね、非常に美味しいです。そしてですね、こちらにレモンを絞っていきます。フィリピンの料理は大体ね、何頼んでもレモン出てくるんですよね。で、卓上にあるまあ胡椒のようなものを振ってですね、フィッシュソースですかね。ちょっと魚の香りがする醤油のようなものがね、大体卓上にあるので、そちらも、まあ好みで加えていきます。唐辛子をすりつぶして、適量でね、入れていきます。これフィリピンはね、なんかこのロミっていうまあ、本当に日本でいうところのまあラーメンなんですけど、こちらを食べるとき、まあここのお店だけかもしれないんですけど、食パン、ダスクちゃんが食べてるみたいな感じで、こう、食パンの中でね、巻き込んで食べるみたいです。僕はまだ全然、どちらかと言ったらですね、白米の方がね、合うんじゃないかなと思ってたんですけど、ダスクちゃん曰く、食パンと、このまあ、五目ラーメンみたいなやつ、ロミですよね。ロミがすごく合うって言ってました。3人前から4人前ぐらいの量のロミを頼みました。285ペソ。食パンがですね、4枚来て、4枚で30ペソですね。日本円で65円ぐらいじゃないでしょうか。まあ、このロミが250ペソですかね。まあ、合計で285ペソ払いました。おそらくお会計の方はですね、650円ぐらいになったんじゃないでしょうか。このメニューなんですけどね、今まで行ったロミ、このヌードルのお店の中だったら、まあ、かなり高いような気がします。まあ有名店でね、何十年も前からあるみたいなんで、タスキちゃんもなんか物心ついたぐらいの時からこちらのお店に来ていたみたいです。明日明後日はですね、クリスマスイブ、クリスマスとなるので、人々が最後のこうクリスマスラッシュというかね、そういう感じで皆さん買い物に行ってね、クリスマス、まあ、プレゼントなどご馳走をね構える人もいるみたいなので、みんながこう買い出しに来てる感じでね、すごくこう街自体が賑わっております。フィリピンでね、もし髪を切る時があるとすればですね、気をつけてほしいことを一つ伝えていきたいと思います。それはですね、こう散髪屋さんで髪剃りの刃を一人一人お客さんによってですね、ちゃんと変えてる理容室をぜひご利用ください。 B 型肝炎でもね、 C 型肝炎、 A 型肝炎など、まあ、そういうものとか僕もちょっと気になるので、フィリピンに来て安い理容室利用したいと思われている方がいらっしゃるんでしたら、髪剃り、歯を毎回毎回変えてるか、ちゃんと消毒してるかことを、髪を切る前に理容師さんに聞いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。